多幸町長永禄元年は、戦国時代の武将。下谷国の大名、宇都宮市の家臣。多幸城城主。大野勲氏は、宇都宮市の所流である。多くの合戦に出陣し、活躍しており、宇都宮家中一の侍大将と言われている。父は、大野勲佐尾立正。子に多幸坊朝、孫に多幸綱継がいる。大野伊氏は、 代々、宇都宮市の重心として、多工場により、数多くの合戦に出陣しており、宇都宮市の有力武士団機清司領党、大須賀党と並び、宇都宮市の部を支えた。天文18年、ナス高助とのキツレ川五月女坂の戦いでは、宇都宮軍の先人として奮戦し、対抗を挙げたが、宇都宮直綱の内辞任に,によって敗北している。3年、 宇都宮市の中心派賀皇帝の活躍によって、三武市の三武綱尾から、宇都宮城を奪還して間もなく、永六元年に、上杉謙信が、合図の足名森宇次らと連合して、上野国から下野国に侵攻してきた。小山市の議論城、三武市の三武城を攻略され、多幸城を攻撃した際には、これを撃退している。この多幸坊朝、家臣の小山県朝、 柳ナト光、吉朝府石崎通ゆ野沢保も達、高木道重、上野ゆ朝、伊沢東うと守る、木田淡路守る、援軍で駆けつけた、奪い吉種、焼い長乗などが、大野伊佐側の主な将だったという。先人の佐野豊綱を打ち取るなど数多くの武将を打ち取る活躍を見せている。 さらには敗走する上杉軍を追って、上野国上州白井まで追いかけて追撃したが、大田助政の仲介によって和睦となった。ありがとうございます。